ティで良かったと思える瞬間はどんな時？発売した後にお客様から反響があるのが一番嬉しいというか、そこそこやね。それはもう何者にも変えられない嬉しさがありますし、やってきて良かったってなんか報われる一番の瞬間です。本当そうよね。発売見に行くもんな。博多はね、俺誘導カメラがね、すぐ近くにあるから、もう大体毎週木曜日は行ってさ、こう、ね、予算地のゲームとかも含めてやけど、何がね、売れてんのかも見るし、自分たちが作ったゲーム、お客様は直接ね、手に取って並ばれてる姿見ると、本当握手して回りたくなるよね。ウォーカーさんは、ゲームの発売後で、まあ、ある意味こう記念日じゃないですか。そういう時で大体どういうご飯を食べられるんですか？ご飯、はい、タイトルによりますよ。タイトルによって、タイトルによって変わるんですか？時期によって、時期によって、毎回これとかではないですけど、まだ普段食べに行かないと、お鍋でやったりとか、はい、タイトルの発売タイミングに限らず、記念のタイミングとかは、まあ、行くことは多いです。ちなみに最新作は大川さん、鬼滅の刃日の丸ゲットだったんですね、はい、鬼滅去年発売した時何食べたんですか？鬼滅の刃に関しては覚えてるのは、まずすぐ買いに行って、そのまま自分家でプレイしました。自分で作ったゲームを自分で買って遊ぶ、はい、まあ全部やるんですけど、うん、まあ最近のことっていうのがあるんで、それが一番鮮明に覚えてますね。ちなみに大川さん、その鬼滅の中ではどのあたりを担当されたんですか？まあ、シネマティックシーンっていう、まあ要は映像ですよね、はい、の具体的に言うとどの部分？まあ、炭治郎とか天狗が必殺技を打てるんですけど、この奥義っていう演出の、まあ、トータルのディレクションだったり、まあ、一部自分で作るものもあったりで、自分自身でやってるものっていうのは、多分一番割合が多いのは、吾妻善逸。善逸の、まあ、モーションとか、あとは、もう、総じてやっております。じゃあ、ヘキリキ一戦、6年、6年、あれは、大川さんが、まあ、僕と僕の仲間たちですね。全体を、やっぱ、面倒は見てるわけじゃないですか。どうですか、最近の若手のこう勢いというか。多分スパルタなんですよ。でも、なんかこう、ちゃんとついてきてくれてますし、うん、まあ、いい感じにこう、能力上がってきてる手応えはあります。なるほど、それはやっぱ、あれですか、指導がいいってこと。あ、そうですね。こっそり聞いておいてもらっていいですか、これ。ああ、僕は組のあの、若い衆に。僕はもう忖度が働くんで、はい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 、全然関係ないところから聞いておいてもらっていいですか。ちなみに、ウォーカワ君信者って感じしますか？ウォーカワ君信者、はい、もうとにかく、ウォーカワさん。それ、漫画のあのイメージでみんないるんじゃん。現実こんなんや。藤井さんから見て、ウォーカワさんどうですか、キャラクターで。すごい親しみやすくていい。ただちょっとこう勢いが強すぎて、多分こう親しみやすい。中学の時から生きてる感じはずっと変わんないね、まだね。中学の時知らないでしょ。めっちゃ知ってる風ですけど。あんなちっちゃかったのにな。22歳からしか知らない。知らんな。